B 動詞の過去形と主語との対応を見ていきましょう。現在形だけではなく、 B 動詞は過去形でも主語によって大きく形を変えます。厄介ですね。頑張っていきましょう。まずは A。 I was really happy。 私はとても幸せでした。過去の文です。現在形なら I am となるべきところ、過去形 I was となっているわけです。そして B。 They were sad。 彼らは悲しかった。過去の文です。現在形なら They are sad となるべきところ、ここでは過去の文なので They were sad となっているわけです。 B 動詞の過去形の覚え方は2通りです。 You 以外の単数主語なら was、 複数なら wa と覚えても結構ですし、 am、 is に対応する過去形は was、 そして are は wa に対応すると考えてもいいでしょう。どちらのやり方でも構いません。しっかりと覚えておくことが肝心です。